にちは、寿司な真心水産総田です。山中先生、浅野先生、初めてご挨拶させていただきます。寿司間の総田です。権六さん、お久しぶりです。今回は竹下塾長よりスマホ動画の実践者としてご紹介いただきました。自分なりに動画の心得というものを少し喋らせてもらいます。まず動画は撮り続けて、その撮り続けた情報を発信するというのが最も効果的だと思います。これは竹下先生に教わっている福沢諭吉先生の独立自尊に当てはまってくると思います。意味は竹下先生にお聞きになってください。それから今自分は動画を250本以上上げているんですけど、これを今自分は一人だけでやっているんです。そして周りにも動画をして情報発信する仲間がちょっといなくて、その仲間集めを今やっています。お互いに尊重し合って、この動画でどんどん情報を発信していけば、個人の点ではなくて線でつながって、効果が現れてきて利益にもつながっていくと思うので、皆さんぜひ動画を進めて実践者を増やしていってもらいたいと思います。昨日県の人が来られたんですけど、自分が冗談でお金をくださいっていう冗談を言ったんですけど、そうしたら県の人は梅屋小吉みたいな人が現れたら総田さんと組んでやっていきますねっていう感じで言われました。冗談ではなく、このつながり、仲間をつなげていくことが、このスマホ動画の最大の特徴になっていくと思います。自分はこれから毎日、また動画を撮って、情報を流し、仲間を募っていくつもりです。どうかよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。